じゃあ入ってみようかな、体育館。体育館に入りましたら、おもむろに左に曲がりつつ、女性用お手洗いに突っ込んでいく。なぜか入れない。なんでだ。おかしいだ。ある日、横浜偉人町で発見された若者のフランシュタイン。彼は矢上が潜入していた高校で教育実習中、突然失踪していた人物だった。この事件の鍵を握るのは、世間を炎上させた痴漢にして現職の警察官、江原。殺された被害者のことを息子の仇として強い復讐心を抱えていた。チャプター2、殺された加害者。沙織さん、調査へ入る前にもう少しいい？例の被告人のプロフィールだけど。すごいみんな待ってますけど、大丈夫？これ痴漢で逮捕されたのは警視庁の現役警察官で江原明宏。新宿区の交番に勤務する巡査長。年齢は53。住まいは都内のアパートで一人暮らしでした。一人暮らしって奥さんは、奥さんは7年前に息子が清涼高校に入ったので江原を残して横浜へ移り住んだそうです。その3年後、つまり今から4年前に息子の敏郎くんが自殺を。その後も別居？敏郎くんが亡くなった後、妻は江原との同居を拒んだそうです。私もそれ以上のことは何も。そっか。痴漢の件について江原は無実を主張しています。自分はやっていないと。ただ実際には防犯映像やスマホ動画、痴漢した際の微物検査など一通りの証拠が揃っています。動画はテレビで流れてたのと一緒かな？ええ、放送分はぼかしや編集も入ってましたが、内容は同じです。確かにあれは動かぬ証拠って感じだったね。はい。で、その被告人が有罪にされた途端、突拍子もないことを言い出した。ええ、そうです。裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずです。その死体の主は御子柴弘と言います。彼は4年前、私の息子を自殺に追いやった。江原は息子が御子柴からいじめを受けていたと考えています。そのことで清涼高校を訴えてもいました。しかし裁判では、訴えられたって言ってたね。確認されなかったと判決が出されています。いじめ裁判の件は理事長からも聞いた話だ。ただ江原の方は裁判に納得できなかったのかもな。当時の法廷でどういうやり取りがあったか、私の方ではまだよく分かってません。そのあたりはすぐ聞き込めそうだよ。今目の前に関係者がいる。誰です？清涼の理事長先生。ん？私は何か本当いいところに。なんか理事長先生、ひふみんみたいな。でも一つ気をつけてください。ん？御子柴弘が殺された事実はまだどこにも報道されていません。ですから特に学校関係者にはまだ伏せてください。いずれ神奈川県警も聞き込みに来るはずです。その時みんなが御子柴の死を知っていたりしたら、捜査妨害とみなされるってことか。探偵なんかすぐに事件から締め出される。御子柴の写真は後で送ります。それとまだ注意することがありました。何？江原には一昨日痴漢の件で有罪判決が出ました。あと13日で控訴を申し立てなければ判決通りに刑が執行されます。控訴は判決が不服な場合にもう一度法廷を開くことだ。でも判決の翌日から14日以内に申し立てなければ不服なしとして刑が確定する。そうなったら以後この事件はただの痴漢として処理されます。一度蓋が閉じられたケースは滅多なことで開きません。たとえ後で何か重大な見落としがあってもです。タイムリミット付きか。すみません、まだ情報が全然ないのに急かしてしまって。いいって、
とにかく今やれることをやってくよ。じゃあよろしくお願いします。よう、何の話だったんだ。ごめん、ちょっと待った。これが巫女柴弘。沙織さんからだ。こいつだ、巫女柴弘。他殺隊で見つかった教育実習生か。悪い、怪盗さん、後で話すよ。今は理事長から話を聞かないと。ん？ケースファイルに情報が追加されましたと。さあね、ストーリーが結構大きく動き出しましたけど、理事長先生のデスクトップ結構でかいな。なんかなんだろう。今の時になんかちょっとエーペックスとかでもやってる？まあそんなに高解像度ではできなさそうだけど。八神さん、何か？そうですね。何から話せばいいか。巫女柴が死体で見つかったことは話せない。でも失踪前の様子くらいは聞けるはずだ。この間聞かせてもらった教育実習生が失踪したって話。え？この写真の彼ですよね。名前は巫女柴弘。なんでそんな写真を。え、でもそうです。彼の話を少し伺いたいんです。別件の調査なんですけど。巫女柴君に何かあったんですか。あったんですね。彼の件で調査を依頼してきたのは俺の知り合いの弁護士です。でも細かな内容についてはお伝えできかねます。その先は探偵の守秘義務があるんで。同じように俺は理事長からの依頼も絶対人に言いません。そのことも踏まえてご理解を。巫女柴君は失踪届まで出てるんです。何かあったとしか。いずれお話しできることは全部話します。でも今は俺に質問させてください。そうですか、わかりました。巫女柴君はこちらの卒業生だったんですよね。その縁で教育実習に来ていた。ええ。期間はどのぐらいですか。3週間ほどの予定でした。それがもうすぐ終わるという頃に突然来なくなったんです。特に前日まで変わりなかったのに。うん。いや、私も聞いた話でしかないんですが。理事長は彼とはあまり。ええ、挨拶の時少し話した程度で。確かに理事長って立場だとそうかな。いちいち教育実習生の相手までしないか。まあ基本的にはそうでしょうね。巫女柴君は4年前にちょっと悪い噂がありましたよね。自殺した生徒さんへのいじめ加害者だと。ネットにそういう情報が出ていたことは承知しています。ですがその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったと、そう判断されました。けどその確信がなくて、あなたは今回のいじめ調査を思い立ったはずです。違いましたっけ。ええ、ああそれはそうですが、でも4年前のことはもう終わった件なんですよ、うちとしては。そういえば俺少し不思議だったんですよね。校内のいじめ調査を理事長がこっそり探偵に頼むっていうのが。しかも多分自腹で。そりゃ学校経営者がおっぴらに生徒たちを疑いませんから。しかし最近のいじめはネットに証拠映像が上がったり一気に炎上する。その時責任者としてテレビにさらされるのは私なんです。だからなるべく内密に調査をしたくて。ええ、ただ俺が一番気になったのは、なんでそれが今だったのかってことです。あ、何のことです。理事長は最近になっていじめに取り組まざるを得なくなった。そのきっかけは多分あれだ。まあ普通に考えると、このお父さんの姿を見て何かに気づいたのかな。うん、これかな。とりあえずこれでいっか。
きっかけはこれですよね。あ、それ都内で2ヶ月前に撮られたこの映像、一時期何度もテレビで流されてました。痴漢の名前は江原昭弘、都内で現役の警察官でした。もちろんご存知ですよね。彼は息子がいじめにあって自殺したと、こちらの学校に裁判まで起こしてた。虫飼いされるのが怖かったのか。それは、まあ。すると江原に世間の目が集まっている今、もしこの学校に別のいじめが出てきたりしたら非常にまずいですよね。せっかく裁判でお咎めなしとなったのに、また4年前の生徒の自殺が方々から蒸し返される。もしかしたらあの時は学校がいじめをうまく隠し通せただけなんじゃないかって。だからあなたは今の校内に問題がないかを確かめておく必要があった。筋は通ってる。で、もしいじめがあったら揉み消そうってか。いえ、そんなことは決して。ええ、そこまでは考えてなかったと信じてますよ。確かに皆さんにいじめ調査を依頼した理由はお察しの通りです。テレビで江原さんを見るたび、いつうちに飛び火してくるか気が気じゃなかった。理事長、俺は敵じゃありませんよ。ただ三越馬くんがどんな人物だったか知りたいだけなんです。なら私に聞くより沢先生の方が。彼女が三越馬くんの教育実習を指導してたので。え、あ、そうだったんですか。ほら見ろ、やっぱあの先生の顔も立てときゃよかったんだ。こんなの予想できないって。彼女をまた呼びましょうか。いえ、俺ただでさえ印象良くないでしょうし、こっちから出向きます。でしたら昼休みですし、職員室にいると思います。ワンフロア下の。よし、沢先生のとこなら俺も行くか。動機が不純なんだよな。行くのは俺だけ。あ、スコモたちも先帰ってていいから。何それ、水臭いですぞ。やがみし、あんま説明してる時間がなくてさ、夜まとめて話すから。じゃ、海藤さんめちゃくちゃ残念そうなんだけど。職員室か、ワンフロア下だったな。この姿で普通に移動していいのかな。お手洗いとかとりあえずあのアイテムあるでしょ。はいはい。ただここに落ちてるなんかアイテム、なんかこう尿で汚れてたりしない？大丈夫？アイテムがうまいこと取れない。磁石。下も行きたいんだが、ここは何階だ ?3 階か。2階。ワンフロア下。ワンフロア下だけど、あの、ニノニの部屋とかも普通に入れるの？お邪魔できます。ここか。いきなり部外者来て、みんなそりゃ見るよね。何かご用ですか？沢先生いらっしゃいません？すぐに戻ってくると思います。いや、そうだよね。失礼ですが、あなたは。そりゃそうだ。あ、別に大したもんじゃ。大したもんじゃ。沢先生の席ってどこですか？少しお話できたらすぐ帰りますんで。あそこのデスクです。英語の本がたくさん並んでる。わかりました。どうも。不審者入れていい？いや、この学校のセキュリティガッパガバなんだけども、心配になる。ちょっと待って、なんか触ろうとしてる。大丈夫？あ、見るんだね。いや、見るのもあんま良くないと思うよ。写真が気になるぞ。すごい、これかな沢先生のデスクは。沢先生は三越場の教育実習を指導してた。何か三越場を知る手がかりはないか。なんだなんだって、そんなびっくりすること。2年2組の出席簿。沢先生はこのクラスの担任を受け持ってたはずだ。ん？怪しいな。怪しいか？なんだ？沢先生は英語？沢先生は英語教師みたいだ。英語の本がたくさん並んでる。いや、これだろう。どう考えてもこれだよ。
生徒たちの写真でも星稜高校と違う制服だ。ていうかこれもしかして先生本人か。これ古いよね、めちゃくちゃ古いよね。あとあの右下にいる人すごい気になるな。 JK 時代の沢先生か。なるほど、生徒たちはこの写真を見て親近感を持つのかもな。いやそこすげえ気になる。その下奥にも別の写真があるな。この学校の生徒か。すっげえ中見たいけど今は人目がある。沢先生なんか関わってない？じゃあ机凝視するやつ危ねえよ。なんでこんなところに。まだいらしたんですか？ええ、ちょっと沢先生にお伺いしたいことが。何です？御子柴博について。え、めっちゃ周りの空気違うな。2ヶ月前に沢先生が彼の教育実習を見てあげてたと理事長からそう聞きました。なんであなたの口から御子柴くんの名前が。彼が失踪する前なんか変わったことなかったですか？トラブルを抱えていた様子とか。さあ、あの子は突然実習に来なくなったんです。それ以上は何も。あの、もう少しよく思い出してくれません？は？話を切り込むにもなかなか材料がないな。別の切り口から言ってみるか。いえ、じゃあその御子柴くんの4年前の件についてはどうです？おお、沢先生は急にそっちから言った。こちらにいらしたんですよね。え、ここの生徒さんが自殺した時ネットでいじめがあったんじゃないかと噂されました。その加害生徒として御子柴くんの名前が挙がってたはずです。ええ、でもそれこそただの噂です。彼のいじめはなかったってことですか？私は英語を教えてただけですが、御子柴くんは成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし。だからいじめをするような子じゃない。そうですね。じゃあなんでネットに名前が。私に聞かれても困ります。妙だな、さっきの甲田さんへのいじめの時とは随分テンションが違うみたいだけど。4年前のことは裁判までしていじめはなかったとされてるんです。江原さんとの裁判ですよね。亡くなった生徒さんの父親で東京の警察官、この間痴漢で捕まってしまいました。ほらテレビで見ませんでした？ええ、知ってます。でもそれが何です？さっきから何が言いたいんですか？周りの視線が痛い。井原さんは今も御子柴くんのせいで息子が自殺したと考えてます。あのね、八神さん。はい。何をしてるんですあなたは。もう理事長の依頼は済んだはずですよね。それになんでそんなに堂々としてられるんです。昨日は警備に通報までされてすぐお帰りになると思ってましたよ。御子柴くんの話さえ聞けたら長居しません。それならさっき言ったので全部です。じゃああと一つだけ。彼生徒たちとうまくやってたって言ってましたよね。その生徒たちって例えば誰のことです？それはバスケ部の子たちとか。御子柴くんも以前バスケ部だったんです。教育実習中も練習に顔を出してたみたいで。繋がってきちゃった。バスケ部って、じゃあさっきのあの連中とも。ええ、御子柴くんとよく話してました。またあいつらか、妙に絡んでくるな。わかりました、ご迷惑みたいなんであとはバスケ部の子たちを当たってみます。ちょっと、その写真めちゃくちゃ気になるな。海藤さん聞こえるか？まだ学校にいる？なんだよ、タボ。
もう俺らは帰っていいんじゃなかったか。そんな釣れないな。沢先生と二人で楽しくお話ししてたんだろ。楽しい話なんてできるわけないでしょう。むしろ嫌われたかも。でも気になる情報を聞けたからちょっと手伝ってほしいんだよね。ああ、なんだよ。例のバスケ部のいじめっ子たちを探したいんだ。手貸してくんない？鳩飛ばしてさ。やっぱ俺の助けがいるわけか。わかった、ドローンの定番だな。海藤さんって可愛いよね。俺は体育館あたりから探してみる。ちょろくて体育館か。この前地下から行っちゃったから地上から体育館に行きたいな。地上から体育館に行くには、あーん、あ、こっちから行けるの。これはなんだ、あ、学食か。学食で出て、下そこが体育館か。アイテムが欲しい。アイテムはいただきます。あ、ここが体育館。でもこういうところの裏手とかにね、アイテムが落ちてたりするわけですよ、きっと。こういうところこそね、探索のしがいがある。やっぱりね、ほら、わかります、わかります。そうですよね、こういうところにアイテム設置したくなりますもんね。わかりますよ。よし。じゃあ、入ってみようかな、体育館。体育館に入りましたら、おもむろに左に曲がりつつ、女性用お手洗いに突っ込んでいく。なぜか入れない。なんでだ。おかしいな。よいしょ。あ、誰もいない。あ、いたいた。いたけど、だけれども。めちゃくちゃ不審者だよな。ん？あれ？あの子もしかして、高田さんだよな。確か彼女もバスケ部だ。みこしばのことを知ってるかも。彼女にいきなり絡んで大丈夫か？ちょっとアイテムをいただくぞ。あ、取れなかった。なかなかバスケ部の投げ方じゃないんだが、あんまりそんな積極的には参加してないのか。惜しかったね。え？2年2組の高田さんでしょ？バスケ部の。はい、ちょっといいかな。前教育実習に来てた三越芝って先生のことで。不審なキムタクが飲酒した。いって、よう、聞こえるか、ターボ。さっき例のガキどもが体育館に入ってったぜ。海藤さん、それもうちょい早く知らせてくれたらな。あ、なんだって。おい、何なんだよてめえは。マジで誰なんだ。後ろから不意打ちしといて随分偉そうだな。文句あんのか、この不審者。こうだ、あんたそいつと何話してたわけ。別に何も。俺はさ、みこしばって教育実習生のこと彼女に聞こうとしてたんだ。お前らも知ってんだろ、バスケ部だもんな。不審者が慣れ慣れしい口聞くんじゃねえよ。てめえはマジぶっ殺してやる。こいつでめった打ちだ。昨日も世話になったし、こんくらい半でいいよな。そうだな。ああ、いいよ。それでも足りないぐらい。ざけやがって、ぶっ殺してやる。なんかこの子さ、可愛らしいんだよね。なんか可愛らしいという言い方も変なんだけど、なんかこの主謀格の少年がなんか可愛らしいんだな。これでいいのかな。はい、よいしょ。はい、どうも。何してんのこいつ。はいはい、さよなら。あ、もらえる。はい、よいしょ。はいはい、どうも。あ、拾っていい、これ。あ、拾わして、ありがとう、ありがとう。あ、これ使いやすいね。使いやすくて好きだよ、僕こういうの。はい、気持ちいいね。はい、さよなら。
松井くんって言うんだね、君。あ、どうも。はい、どうも。こんにちは。はい。はい、さよなら、篠原さん。ごきげんよう。あとは？あ、終わった。立ち去りながら終わった。そりゃ、見回りもドン引きだよね。思ったより根性あるじゃん。けどそれもっとためになる使い方あんだろ。くそ、離せ。何やってるのあなたたち。おい、行こうぜ。お前らが武器持ち出してきたことは黙っててやるよ。ああ聞いてるんですか。ちょっと行き違いがありましてな。別に何でもねっす。なんだろうな、すごいなんかまったくド悪党な感じはしないんだよな。考えてるんです。学校の中で生徒と喧嘩なんて。いい加減部外者は出て行ってくれません。ごもっともです。一応俺理事長に呼ばれてきてるんですけど。ええ、そうでしょうね。でも理事長だって、もし生徒や保護者たちにあなたたちのこと質問されたらなんて説明できます？まさか隠しカメラで校内を監視してもらってるなんて言えるわけないですよね。うん、確かに。いいですか？今度何かあったら理事長のことだって全部ぶちまけますよ。私がかばう義理なんてないんですから。だいたい学校の中をそんな格好で。まあ確かにね。とにかくあなた方はすぐお帰りになるべきです。海藤さん、まだいるよね。理事長と変わってくんない？助けがいるんだけど。さん、確かに沢先生の言う通りですよ。これはどうやらもうお引き取りいただいた方が。私の方は概ね依頼を果たしていただけましたし。あ、じゃあ理事長、こんなのどうでしょう。俺を教師とかで雇った体にしていただくと。なるほど。それなら校内うろついてても OK ですよね。教員免許がないと教壇に立てませんが。お持ちなんですか。いえ、弁護士バッジじゃ変わりなるわけないでしょ。え、弁護士。まあ立派な資格だと思いますが。でもだからといってそれは。そこをなんとか。多分なんともならないと思います。まあ他にあとあり得るとしたら、何か部活の外部指導員という形でしょうか。ああ、なるほど。部活の顧問とかそういう感じの。この学校カンフー部とかなんですかね。得意なんですけど。そういうのはちょっと。いや、そもそもどこの部も手は足りてるんでした。なので残念ですが。そうですか。よう、タイトーだ。俺らはもう撤収するぜ。ガン首揃えててもしょうがねえ。お前も一旦引き上げた方がいいんじゃねえか。それじゃあ沙織さんに合わせる顔がないんだよ。そうかい、ならお好きに。じゃあな。あね、ちょっとこの状態だとなかなか打つ手なしって感じですよね。今日だけでも横島のことを聞き込めりゃいいんだ。何か校内にいていい口実があれば。主演の求人でも出てないかな。確か学校入ってすぐのとこに受付があったぞ。主演の求人、なかなかそんなオープンな感じで募集してることある？主演の求人聞いたことないけど。ちょっと入り口受付こっちか。ここ入ればいいのか。ああ、玄関は地下。
受付の中に主演もいる、ダメ元で求人がないか聞いているか、そんなやついないって。怖っ。掲示板に張り紙がいっぱいあるな。もしかしてあそこに学校の求人出てたりする。いや出てるわけないでしょ、そんなことある。いやそりゃ、いや、あの、あ、そこのあなた、この人やば。やはり間違いない。何か驚きました。まさか戻ってくるとは。犯行が発覚した後だというのに。やっぱりこの子だよね。あ、この子目力強いよね。この子昨日俺を罠にはめた。よりによってこんな時に。放火犯や強盗犯は現場に戻ってくると言いますが、あれは本当だったんですね、盗撮魔さん。あの時顔は見られてないはず。カメラも回収済みだ。問題はない。盗撮魔、何のことかな。階段に盗撮カメラを設置して女生徒のスカートの中を覗こうとしたでしょ。いやマジで何言ってるのかわからないんだけど、あの俺忙しいんで。待ちなさい。あなたが履いているスニーカー、それこそが動かぬ証拠。盗撮魔が履いていたものと全く同じ形なのですから、逃げられると思わないことです。はあ、あのさ、さっきから何なんだよ。スニーカーが同じだって、そんな根拠で人を犯罪者扱いするのはどうかと思うよ。同じスニーカー履いてる人なんていくらでもいるでしょ。スニーカーが同じことだけが根拠ではありません。なんかこの子すごいこじらせてそうだよな。盗撮魔が現れた時、カメラの前の床に透明な塗料を撒いておいたのです。どういうこと。ブラックライトで光る塗料。何この子、コナンかなんか。え、油性ですから1日くらいでは落ちません。今もそのスニーカーに付着しているはず。要するにあなたは自分の体に証拠を身につけたまま、愚かにも現場に戻ってきてしまったというわけです。とりあえずこの子リクルートしましょうか。あれ、俺なんか追い詰められてる、女子高生に。星稜高校ミステリー研究会に関されたことが。なるほどね。あ、こじらせてるわけだわ。ということです。は、ミステリー研究会。いやさ、盗撮魔さん、共に職員室に。ちょっと待ってくれ。ああ、分からせたい、分からせたい率が高いぞこの子。証拠まであるだってかなりまずいな。どうする。逃げる、とぼける、ねじ伏せる。いや、ねじ伏せちゃダメだし、とぼけるしかないのか。これ難しくない。いや、逃げたらダメなんじゃないか。とぼけるか。ブラックライトで光る透明塗料ね。そりゃ気づかないわけだ。だけどさ、仮にそれが俺のスニーカーについていたとしても証拠として弱いんじゃない。校内はいろんな人がうろついてるわけだし、うっかり塗料を踏むことだってあるでしょ。いいえ、塗料を踏んだのは犯人だけです。間違いありません。ずっと見張っていましたからね。一緒にいた体育の先生もそう証言してくれるはずです。抜かりないな。いい加減諦めたらどうです。そう簡単に諦められるかってんだよ。逃げる。逃げれる。逃げてみる。ここはひとまず逃げるか。逃げても無駄ですよ。証拠はもう一つあるのですから。おお、すごいな先読みが。なんだ。盗撮カメラは回収されてしまいましたが、幸い事前に写真を撮っておいたのです。そして私はこの写真からカメラの購入先ショップを特定しました。え、何この子。マニア向けの某ネットショップでのみ販売されている特殊な仕様の商品のようですね。この情報を警察に提供すれば購入者を特定することも不可能ではないはず。捜査の一環ということならばショップも顧客情報を開示するでしょうからね。捕
スクマなら足がつかないようにしてるだろうが、警察に沙汰にされるのはまずい。わかりましたか？逃げても無駄。ここはおとなしく私に従った方が賢明だと思いますよ。うわぁ、この子分からせたい、全力で分からせたい。確かにここで逃げるわけにはいかなそうだ。交渉する。交渉？ちょっと話し合おうか。話し合う？詳しい事情は話せないんだけど、今警察を呼ばれると非常に困ったことになるんだ。できれば穏便に済ませたい。ここは一つ、何か妥協案。私が求めるものはただ一つ、真実だけです。コナンじゃんこの子。同情を引く。やばいやばい。買収する、その他もろもろ交渉は通じないものと考えてください。真実ね、話すわけにはいかないんだよな。やはりここは交渉するしかない。要はこの子に盗撮の件を黙にしてもらえばいい。何か交渉材料を見つけられないか。交渉材料？なんだこれ。材料を見つけるということは、何かを見、なんかヒントがあるのか、ここに。なんかあるか？ん？ないよね。なんだこれ。これは。あ？外部指導員急募？星稜高校ミステリー研究会部活動のチラシみたいだな。この子がさっき貼っていたのはこのチラシか。何何？星稜高校ミステリー研究会部長、天沢京子。外部指導員急募。顧問の先生が学校を辞めることになり、ミス研は廃部の危機にあります。校内の先生は忙しく顧問ができないため、外部の方に指導をお願いしたいと思います。身近な人で作家や探偵の方がいたら紹介してください。なんという渡りに船。マジか、都合が良すぎる。でもこういうの大好き。星稜高校ミステリー研究会部長、天沢京子。この子の名前か。外部指導員急募。募集してるのは部員じゃないのか？っていうか、ここにあってさ、来るの？顧問の先生が学部を辞めることになり、学校を辞めることになり、ミス研は廃部の危機にあります。校内の先生方は忙しく、顧問ができないため外部の方に指導をお願いしたいと思います。外部指導員か、そういえば理事長も言ってたな。部外者でも顧問ができる制度があるんだっけ。なるほどね、これは交渉材料になるかもしれないぞ。